切ですよ。そこまでやるんですか、ガンダム。貴様は電子レンジに。いかなく。皆さんこんにちは。ゆっくり解説の霊夢です。解説のマリサだぜ。今回は、ザンスカールが開発した、最初のモビルスーツの解説になります。このモビルスーツは、連邦軍モビルスーツを大きく上回る、性能を持っており、さらに、ザンスカール帝国製モビルスーツの基本となった、機体になるんだぜ。へえ、かなり優秀な量産機なのね。そうだぜ。このモビルスーツがあったからこそ、ザンスカール帝国は、巨大な勢力となったわけだしな。なるほど。本当に、歴史を変えた、モビルスーツとも言えるのね。そうだぜ。では、そろそろこの、ZMS-06S、ゾロアット、の解説を始めるぜ。ゆっくり見ていってね。今回解説するモビルスーツは、ZMS-06S、ゾロアット、になります。ゾロアットは、ザンスカール帝国が接収した、サナリー使者と、サイド2中流の連邦軍部隊だった。ベスパが開発した、ザンスカール初の、量産型モビルスーツになるぜ。ああ、つまり、サナリーの技術によって、開発された機体ってことなのね。サナリー自体が、開発したわけではないが、技術は間違いなく、使われているだろうな。そのためかわからないが、このゾロアットは、機動性、ジェネレーター出力、兵装に関して、すべての面でバランスが取れていて、さらに、高い拡張性を持っており、ガクト兵でも操縦可能な、癖のない操作性になっているぜ。これってもしかして、恐ろしく優秀な量産機ってことなの？そうだぜ。高い機動性、高い耐弾性、高い生産性、高い稼働率。もはや弱点と呼べる部分がない。つまり、完成された超高性能量産機が、ついに誕生したんだぜ。なんだって。長かったわね。やっと、量産機が最強の時代が。最強かどうかはわからないが、間違いなく完成度は高い機体だな。では、ゾロアットに関して、もっと詳しく解説するぜ。まず、頭部はツインアイ方式になっており、複合複眼式マルチセンサー、と呼ばれているもので、センサーは、モノアイに相当する光学部品と、可視光線の帯域に含まれない、波長を感知する素子で、構成されているぜ。なんだろ、これって今までのツインアイ方式の、高性能版って感じよね？そうかもしれないな。普段は保護のために、カバーで覆われているが、戦闘時などには、カバーを全開して、戦闘空域のサーチを行うぜ。ああ、本当にこういった部分は、どんどん進化していくのね。情報を手に入れることは、重要だからな。本当にいろんな意味で、最高の量産機って話ね。そして、コクピットは従来からの、前転周囲モニター、リニアシートを採用しているが、操縦系統は、スティックタイプではなく、コントロール、シリンダーを採用しており、さらに対衝撃用に、エアベルトも装備されているぜ。こういった部分は、量産性と操作性の問題を、解決しているって思えるわね。まあ、だからこそ、従来の連邦軍量産型モビルスーツでは、相手にならないから、リガミリティアは、独自の高性能量産機を、開発したって話だな。ああ、やっとわかったわ。ビクトリーガンダムほどの、機体をなぜ、開発、量産したかって？そこまでしないと、スタート地点、にすら立てないって話だな。なるほどねー。ということは、兵装も強力なのかな？もちろんだぜ。では、兵装に関して詳しく解説していくぜ。ゾロアットは、固定武装がかなり多いぜ。まず、胸部にバルカン砲を2門搭載。主に、牽制などに使用するぜ。もちろん、ビームサーベルも搭載しているぜ。この辺は、基本装備って感じね。
そうだな。そして、両肩のシールドバインダーには、それぞれ違った兵装が、搭載されているぜ。まず左のバインダーには、ビームシールドを内蔵しているぜ。ああ、肩にシールドがついているのね。そうだぜ。これにより、ビームシールドの角度を、防御に合わせて、変更できるようになっていて、さらに攻撃に使用することも可能だぜ。攻防一体型の兵装になったわけね。そして、右のバインダーには、ビーム、ストリングス、を装備しているぜ。ビーム、ストリングス？これは、電磁ワイヤー射出装置になるぜ。主に敵機の捕獲や、電撃による攻撃を、仕掛けることが可能で。他にも、牽制や撹乱などにも、使用されたぜ。この時代でも、電磁ワイヤーはなくならないのね。相手の意表をついたり、捕獲するにはいいんだろうな。さらに、剣部に固定ではなく、アームが稼働することにより、射出方向を変更できるしな。本当に、トリッキーな攻撃が可能なのね。そうだな。あともちろん、ビームライフルがメイン射撃武器で、拡張性の高さから、オプション兵装として、ビームキャノンを取り付けることが、可能だぜ。ああ、追加武装ももちろん可能なのね。ただ、意外と取り付けなかった機体の方が、多かったな。なるほどねー。それでも多種多様な兵装を搭載しているわよね。そうだぜ。さらに、このゾロアットのおかげで、初期は小規模だったザンスカール帝国は、徐々に領土を拡大、そして維持し続けていくからな。まさに傑作機とも言える、モビルスーツなのね。でも、何かしら欠点はないの？欠点、かわからないがこのゾロアットは基本的に、宇宙戦闘用だぜ。ああ、汎用機ではないのね。そのために、地上用に再設計した機体が、出てくるしな。ああ、ゾロアットは、バリエーションも多いって話ね。そうだぜ。バリエーションとしては、ゾロアット初期生産型、ゾロローター、ホワイトアット、さらに陸戦用、再設計機もあるしな。この時代では、かなり多いわよね。まあ、ベスパモビルスーツは、かなりの種類があるが、このゾロアットのパーツが、多数共用化されているので、リガミリティアとの最終決戦まで、生産されて、最後まで、最前線で使用されたって、話だな。なるほどねー。これほどの機体なら、連邦軍の量産機で戦うのは、厳しいわね。まあ、だからビクトリーガンダムなどを、開発、生産しなければ、いけなかったということだな。何が恐ろしいって？ゾロアットは、最初、のモビルスーツなのよね？そうだぜ。もっと強力なモビルスーツをベスパは、どんどん開発するからな。リガミリティアって、勝てるのかな？まあ、ビクトリーガンダム、だけ、そして、リガミリティア、だけ、では勝利は難しいだろうな。第3回、いかがでしたか？今回は、ザンスカール帝国のベスパが初めて開発した、モビルスーツを解説したぜ。なんというかすごいモビルスーツよね。扱いやすい機体にもかかわらず、これだけの性能を持っているんだから。さらに生産性、拡張性も高いしな。その結果、後に陸戦用に再設計をして、運用もしているしな。ああ。これって、あのモビルスーツと全く同じだよね。意識したのは、間違いないだろうな。なるほどねー。で、次回は、どのモビルスーツを解説するの？次回は、宇宙用主力モビルスーツだった、ゾロアットを、重力化用に設計変更した、分離可変型モビルスーツ、になるぜ。分離可変型モビルスーツなのね。まあ、これは、様々な任務に対応するためらしいが、後の機体では廃止されているぜ。でしょうね。リガミリティアのような理由なら、まだしも。ただ、この機体には従来にない新技術が搭載されていて、それにより少数のベスパ、いや、イエロージャケットは、
広い範囲を制圧できたからな。ああ、つまりそういった意味では、強力だったわけね。そうだぜ。では、次回はこの、ZMS-08G、ゾロ、の解説を行うので、楽しみに待っていてくれよな。それでは、また次回お会いしましょう。また次回会おうぜ。では、ゆっくり解説次回。イエロー、ジャケット。この機体があったから、地上の幅広いエリアを少数で制圧できたのだ。